レコーディング。この章に沿って進める場合、一旦 PA5X を再起動してください。再起動が完了したら、クロスフェードスライダーを左に寄せてください。ソングを録音するために2通りの方法があります。MP3 オーディオレコーディングと16トラックミディレコーディングです。まず MP3 オーディオレコーディングから説明します。レコーダーは PA5X から出力されるすべてのオーディオと背面のオーディオ入力に接続されたオーディオを録音します。つまり、スタイルやスタンダードミディファイル、キーボードやパッドで演奏した内容、マイク入力とハーモニーやギター入力とエフェクトに至るまで、すべてを録音対象とします。ここでは、すでに作成したスタイル、サムシングバラードを使用したビデオ MP3 レコードという名前のソングエントリーを、ソングブックから選びます。レコードエディットボタンを押し、オーディオレコードを選びます。オーディオの品質はここで設定できます。保存先が決まるまでの一時的な保存先を選びます。ディスクのままにしておきます。準備ができたら、レックをタッチし、スタートさせます。演奏を止め、ディスプレイのストップをタッチします。T のアイコンをタッチすることで、ファイル名が入力できます。ここをタッチして、USB ドライブを選択します。Exit を押し、セーブをタッチします。録音した MP3 は、PA5X でも他の MP3 プレイヤーでも再生できます。Exit を押し、プレイヤー1のソングボタンを押します。USB ドライブから、Take 1をタッチします。Exit ボタンを押し、プレイヤー1のスタートボタンを押して、そこに録音されていることを確認します。さらにパートを追加し、新しい MP3 として録音ができます。先ほどと同じ手順ですが、スタイルの代わりに MP3 ファイルを再生しながら、追加で演奏や歌をオーバーダビングすることができます。次は16トラックシーケンサーです。もちろん各トラックを0から録音することも使い方の一つですが、最も一般的な使い方は既存のスタンダードMIDIファイルにパートを追加していくという方法です。このような方法では、まずプレイヤー1にMIDIファイルを読み込みます。ソングボタンを押して USB ドライブを選択し、ソングを選択し再生します。なお、MIDI シーケンスとスタイルの編集は常にプレイヤー1で行います。トラック16に追加してみましょう。レコードエディットボタンを押して、ソングエディットを選択します。メニューボタンを押し、ミキサーエフェクツをタッチします。トラック1から8までの表示は、ここをタッチしてトラック9から16までの表示に切り替えます。画面の上部には、各トラックに割り当てられた楽器と、楽器のカテゴリーを示すアイコンが表示されます。トラック16をタッチします。この時、アイコンをタッチすると、サウンドの変更画面が開きます。ファクトリーをタッチし、エレクトリックピアノカテゴリーのページ4から、ウィリークラシック1を選択します。Exit ボタンを2回押します。ここから、録音のモードを選択できます。オーバーダブはトラック16に重ねて録音するモードです。ここではオーバーライトを選択。プレイヤー1をスタートすると1小節のカウントの後、録音が開始します。これらの作業を保存するには、ページメニューからセーブソングを選択します。T のアイコンをタッチしてソング名を変更します。ここでは名前の末尾に数字の2を追加して OK をタッチします。ここをタッチすることで保存先のドライブを変更することができます。今は同じドライブのままセーブをタッチします。保存が終わったらレコードエディットボタンを押します。保存していないデータは消去される警告が出ますが、保存しているので Yes をタッチ。プレイヤー1にある新しいMIDIファイルを聞いてみましょう。
今までは MIDI ファイル内のトラックのレベルやパン、エフェクトの鮮度などを変更する場合は、シーケンサーに MIDI ファイルを読み込んで、トラックの最初の小節にあるコントローラーデータを編集する必要がありました。また、あるトラックのサウンドやエフェクトを変更したい場合も同様の手順が必要でした。しかし PA5X ではその必要はありません。MIDI ファイルをプレイヤー1に読み込んだら、メニューボタンを押して、ミキサー FX をタッチし、この画面からすべての変更を行うことができます。そしてストップ。ページメニューからセーブソングを選択し、イエスをタッチします。エグジットボタンを押します。